三島一世から1974年7月19日は、京都府与佐郡稲町出身の民謡歌手、三島一世とも表記される。本名は、美野哲太郎。稲町本城浜の浦島神社境内には、三島一世の日がある。議定は、男性史上世界最高齢記録保持者の木村次郎衛門である。浦島神社境内にある。 三島一成の非1889年、京都府与佐郡稲長穴本城浜の美野家に長男として生まれた。京都府立宮津中学校中退後、絵画を学ぶために上京した。絵画の勉強でフランスなどに赴き、中国では特務機関員としても働いた。1929年に日本に帰国し、1930年に東京の料亭の経営者となった。 帰国医療歓迎会で歌を歌った際、隣の部屋に山田耕作がいたことが歌手になったきっかけである。日本コロンビアに入社して歌手となると、1932年には日本ビクターに入社し、1933年に小歌翔太郎と吹き込んだ東京温度が爆発的なヒットを記録した。1934年には桜温度もヒットした。 1938年に歌謡界を引退したが、太平洋戦争中には中国各地で歌う従軍歌謡祭問団としても活動した。1958年には故郷の稲町本城浜に帰り、1974年7月19日に老衰で死去した。去年85、ありがとうございます。